ちは。今日はね、昔のおもちゃシリーズ、ウキンコ粘土のウキンコレストラン。どういうネーミングなんだ。あ、ウキンコクラブというところが出してるんだね。以前にですね、コメントでなんかリクエストありましてですね、昔揚げ物のね、おもちゃがあったんだけど、どれだっけなみたいな感じのコメントが入ってて、まあ、こういうおもちゃにたどり着いたわけなんですよね。これ中身どうなってるのかね、ちょっとわかんないんですけど、粘土とか入ってるのかな、もう入ってないかもしれないね。リアルおままごとみたいな感じでね、遊べそうなので開封してみたいと思います。大丈夫かな。やばいぞ。あ、大丈夫だ。え、あ、粘土入ってる。粘土入ってるぞ。これ使えるのかな。これ使えたとしても怖いな。これ何年前のおもちゃだ、そもそも。すごい、41円切手の時代。これで何年のおもちゃかが割り出されますね。これでね、1989年から1994年の間、26年前のおもちゃになります。粘土大丈夫これ。怖いね。ウキンコ粘土はいつまで経っても硬くならないので、何度でも繰り返して遊べます。持続性。はい、セット内容はこんな感じ。はい、粘土4色入ってまして、怖いなんかごっこ遊びができるんだよね。こんな感じでお客さんがこう注文出して、はい、お客さんのオーダーはここでね決めると。はい、ハンバーガーが出ましたね。ではハンバーガー、ご注文入りましたハンバーガー。はい、丸いバンズ、ハンバーガー、レタス、人気爆発。はい、この3つのものを作るんだね。で、肩はね、この、はい、この後ろに肩がついてて、この後ろにも肩がついてて、こっちでレタスとかね、いろいろできそう。はい、まずレタスを作ろう。レタスは緑なので青と黄色を混ぜて、開封の儀式、キボス。かわいい。うん、普通に使えるし、すごい。普通カピカピになりそうですけどね、本当に柔らかい。すごい、なんだ。青と黄色を混ぜて、緑色になりましたね。はい、じゃあこれをね、このレタスの型に。はい、レタス普通に使えるよ。これすっげー、赤と黄色、バンズできた。はい、ハンバーグ茶色、赤、黄、青、この3色を混ぜ混ぜしたら茶色になる。なんか茶色茶色に見えないけど、まあ、茶色ということにしよう。ハンバーグ、はい、じゃあここにね、お水を少し敷きます。ちょっと洗ってくれ。いや、お水を少し注いで、はい、ハンバーグをね、入れて、はい、入れました。で、はい、ジュージュー入れてますよ。で、バンズね、バンズの中にレタス、
ね。それから、はい、ハンバーグ。もう一度バンズで蓋をして、はい。次行きましょう。回します。フライドポテト。結構地道だよな。ポテトはね、油をね、しっかり敷きまして、油のような水ですね、これ敷きまして。では、高温にセットしまして、プシュプシュ。お、水に溶けないんですね、この粘土。はい、ポテトできた。うんうん、いい感じだ。次はこのチキンですね。はい、チキンはなんとね、こんな骨を使うんですよ。一応茶色っていうね、一応自称茶色の生地をね、はい、使いまして、チキンができました。チキン、魚がちょっと気になるのかな。うわ、フナですね、これフナ。はい、間をこうカットしてですね、怖い怖いホットドッグができた。はい、これは何かと言いますと、シューマイ。はい、卵。はい、ライスで、エビフライ。はい、カラッと揚がりました。はい、いい手。はい。はい、どうですか。これだけおメニューできましたよ。昔のおもちゃで遊びました。26年前のおもちゃでも、ちゃんと粘土を使えてね、遊びましたよ。素晴らしいですね。今日は、この辺に。無事に終わりました。